か眉毛にもいろいろ種類があるみたいで、かけたの。本当やった。こんにちは、池田真子です。はい、今回は人生で初めての眉アートメイクをしに行きます。イエーイ。はい、めっちゃ緊張するんですけど、韓国に来てて、今回は韓国のお店でしていただこうと思います。で、眉アートメイクは眉毛にこう針を刺して傷を入れて色を入れてこう染めるみたいなんですけど、そんなの痛くないのかとか、実際どうなんやろうと思って、それをねちょっと今日実際体験しようと思うので、そういう部分も皆さんに伝えられたらと思います。で、今回はキューティーアートメイクさんでしていただくんですけど、今このアックジョンっていう駅に着いて、それでは早速行ってきます。こちらの5階がキューティーアートメイクになります。今日のコーデ今日の服はこちらです。こちら、はい、はい、着きました。眉毛がもう苦手すぎて、はい、一旦放置したんですよ。長さの放置にもせず、出ますよね。はい、もともとの眉毛が平行よりはちょっと上がった感じの眉毛ですよね。それを生かした方がいいですか、それともそれより下げられたりとかご希望ってございますか。どうぞ。あ、私ありますか。はい、なんか理想はこういうなんか自然な平行っぽい眉毛、眉ここ眉山はちょっとこう丸くいただきますね。眉山があんまりなくって平行ですね。ほぼこの眉毛平行なので、あんまりきつい、元の日なんかきついかなと思って、そのきついのちょっと優しくしたい感じですね。かしこまりました。太さはそんなに出したくないです、ね。出したくない。ご自身の眉毛ぐらいの方がいいですか。はい、出せるので、まだデザインの時に気になることを言っていただければ修正かけますので、はい、はい。はい。カウンセリングが終わって今施術前の眉毛です。結構ね、元の眉毛上がった感じで細くていかつい感じでね、ちょっとこれがもうちょっと優しい印象になったらいいなって思います。はい、こちらで施術していただきます。では目をつぶっていただけますか。やっていきますね。ではラップで止めていきますね。では先生来るまで待ってください。はい、はい、今眉毛の麻酔クリームを塗ってもらいました。これで15分ぐらい浮くみたいです緊張すんな。今回はこの線で入っていくタイプ、毛並みっぽさを出すタイプで入っていきますね。なんか眉毛にもいろいろ種類があるみたいで、今回は線で入っていくタイプをしてくださるみたいです。そっちの方が色が取れにくいみたいです。デザイン入っていきますね。大体の話なんかじゃ平行眉毛は間違いないですかね。はい、みんなちょっと올라가있는데、위쪽이더올라가있어요。右の方の眉毛がちょっと上がってらっしゃるので、はい、合わせていきますね。切り取りになっちゃうから、では長さを合わせていってから目地麻酔に入っていくので、もし痛かったら言ってくださいね。では目地麻酔入っていきますね。痛いですか。大丈夫です。状態でお時間を置いていきますね。はい、今形を作ってにじ麻酔をしているところです。今回はちょっと優しい印象にしたいなと思って平行眉にしていただいてます。で、周りを沿ってなんか塗る前にチクチクする作業があったんですけど、
そのめっちゃ痛いっていうほどでもなくて耐えれるぐらいの痛さでした。なんかイメージ的には眉毛をなんかいっぺんに5本ぐらいプチって抜いたような感じで、このまま時間を置いて色を入れていただきます。うわ、どうなんねやろ、このいかつい眉毛が平行になるのか。今から施術入っていくので、もし痛かったらすぐに入れてくださいね、はい、これって色入れた後、うん、普段の髪の毛に合わせていつもメイクするんですけど、はい、あと1週間後からかさぶた取れるので、はい、その後にメイク可能になります。あ、それまではメイクができないんですけど、はい、かさぶた取れた後にメイク可能なので、はいはい、マスカラも大丈夫です。ありがとうございます。じゃあスタテー、あ、なんで大丈夫、痛いですか？大丈夫です。이분왼쪽이조금아프시대요기다리가少し痛いですかね。はい、거의다했는데ほとんど終わった状態ですね。はい、아프시면은はい괜찮으시대요？응응응안녕하세요안녕하세요今から色素塗るのちょっとヒリヒリするかもしれませんね。はい、조금만계실게요少しだけお湯감아주기ますね。はい、眉毛は自前の色に合わせてくれるみたいなんですけど、私髪色が明るいんで、ちょっと色素を今足していただいてます。ちょっと麻酔が切れたからか、こっちがめっちゃ痛くて、あ、入ってる入ってるっていう感じがします。まあ、でもなんとか耐えれる痛さなんで、麻酔が切れても大丈夫。今はちょっとヒリヒリするぐらいの痛さです。まだよ、はい、少し明るめの色素を写真撮っていきます。大丈夫ですか？はい、最後にお写真撮っていきますね。はい、レンズ見ていただけますか？눈도예쁘고얼굴도예쁘고다예쁘네너무기대되고너무이쁘다자그러면이따라서게다계속고치는게저번에사이고니있지만적대모델이니까는이전에고다이마스마네기억만해주세요감사합니다すごい結構많이やってらっしゃる。ありがとうございます。그대신이번에눈썹이없는부위는아예피부에들어가는부위가많잖아그래서한국에한번더오셔서믿을지받으셔야예쁘게만들어요。今毛がある部分と何本も入っていて、シワが若干出てると思います。なのでリタッチ重ねていただけるともっと自然にはなってきますね。また韓国来られる際は。はい、ありがとうございます。はい、施術が終わりました。こんな感じです。私のもともとの眉毛が黒いんですけど、髪色が明るいからちょっと後からね色素を足してもらいました。で、元の眉毛がこうね、アーチのちょっとつり上がった感じだったんですけど、その上の部分と下の部分を足して平行眉にしていただきました。すごい、眉頭が全然なかったんですけど、ほら線が入ってるのが分かります。で、1週間経ったらこれかさぶたが剥がれてきて、そっからメイクできて、まあ、今すからもできるみたいなので、ちょっとそこまでは我慢したいと思います。はい、ということで眉アートメイク終わりました。ドキドキした。今回はキューティーアートメイクさんで眉アートメイクをしていただいたんですけど、
実際にやってみて、これでなんか普段のメイクが楽になるって思ったらすごい嬉しいなって思いました。あとは時間もちょうど2時間ぐらいで終わったので、例えば韓国に遊びに来て間でちょっと眉アートメイクしに行こうっていうぐらいでもいけると思うので、もしね気になるっていう方はぜひ試していただきたいと思います。で、痛みについてなんですけど、正直痛かったです。これは個人差はあると思うんですけど、全く痛くないって言ったら嘘になるんですけど、我慢できるぐらいの痛さがありました。で、私の場合ちょっと麻酔が切れたのか分かんないんですけど、なんか体質的に効きにくかったっていうのもあるかもしれないんですけど、ちょっとねこの左側が痛くて、あ、切られてるっていうのをねちょっと感じたんですけど、それもなんか逆にもうリアルな感じがして面白かったです。今はちょっと軟膏を塗ってる状態なんですけど、ちょっとヒリヒリする感じはあります。で、1週間経ったら自然とかさぶたが剥がれてくるみたいなので、その1週間経ってからメイクができるみたいです。それまでは洗顔とかクレンジングとかもなしなので、眉毛を避けてメイクを落としたり洗顔しようと思います。で、あとは一番すごい助かるなって思ったのは、日本語をね話せる方がたくさんいたので、こう通訳していただきながらスルッチしていただけて、だから今どういう状況で次何をしてっていうのがすごく分かりやすかったので、よかったなって思います。もう早く1週間経ってメイクするのが楽しみです。私の場合は自眉がちょっと濃すぎて、こう色をね入れてもちょっとこう差が出てしまってるんですけど、もしもうちょっと色が薄い方とか、逆にもともと眉毛が薄くて足したいっていう方とかは、多分もうこの状態でもメイクせずでも自然な感じで入れると思うので、そういう方にとっても嬉しい内容なんじゃないかと思います。今回初めてやってみたんですけど、またね1年以内だとリタッチも2万ウォンとか、その2回目以降だと1万ウォンで来れるみたいなので、また韓国来る機会があれば行きたいと思います。そしてこの動画が参考になったなって思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。あと Twitter と Instagram もしてるので、そちらもぜひフォローお願いします。キューティアットメイクさんの情報は概要欄にも貼っておくので、そちらからご覧ください。では、池田真子でした。バイバイ。